2013年全日本選手権スーパーフォーミュラシリーズ第2戦、約1ヶ月半のインターバルが明け、九州オートポリスサーキットで開催されました。開幕戦をスキップしたアンドレ・ロッテラー選手、ロイック・デュバル選手も復帰し、激戦が予想される今大会。予選は午後2時25分に開始されましたが、天候は雨。開始早々、昨年のこのコースの勝者、塚越晃大選手がコースアウト。開幕戦をマシントラブルで優勝を逃した中島レーシング、小暮隆選手もアンコントローラブルでコースアウトし、予選は中断。その後、予選の中止が決定され、決勝日当日、朝、改めて予選が行われることになりました。明日は1日で予選決勝が行われるエキサイティングな1日となります。どうぞお楽しみに。